よ。小さい頃飼っていた。もっとかっこよくドラムを叩くには、そうだ、スティックを剣の形にすればいいんだ。やめときなさい、ドラムが痛むわよ。あ、そっか。じゃあ猫の肉球スティックは。いいわね、それ。採用しましょう。あれ冗談のつもりだったのに。今日は映画に付き合ってもらってありがとうございます。いいのよ、私も息抜きしたかったから。それで何を見るの？子猫ネコネコです。早くチケットを買いましょう。あんなところに猫が。どこから校舎に入ってきたのかしら。かわいい。ダメよ、今から練習に行かないと。ユキナって猫大好きだよね。何よいきなり。あれ、嫌いだったっけ。普通よ。かわいいな。そういえばこの前、家の近くで野良猫の親子を見つけたんです。でもないわ。続けて。母猫1匹と子猫が3匹。みんな白い綺麗な猫で可愛かったです。その猫のところに行きましょう。え？ちょっと待ってください、ミナトさん。猫のぬいぐるみ？はあ、可愛い。え？ユキナさん？今。何も言ってないわ。あ、この映画どうかした？その知っているネットゲームが映画化したので。ああ、猫がたくさん出てくるゲームで。そのゲームの名前教えてくれるかしら。え、あ、はい。ユキナもさ、私みたいな格好してみない？いやよ。絶対可愛くなると思うんだけどな。遠慮しとくわ。猫がメロメロになって寄ってくると思うのにな。そうかしら。あ、食いついた。ほんとほんと、だからちょっと寄ってこうよ。そう、ちょっとだけだからね。やった、可愛くするぞ。ミナトさん、みたけさん。猫の置物ですか。ミナトさんは猫が好きなんですか。普通よ、みたけさんにだけは知られたくない。